武士は日本の男性覆面レスラー。新日本プロレス所属。本名は清水哲也。アニマル、浜口ジムでトレーニングを積んだ後、ドラゴンゲートに入門するも、半年足らずで退団した。その後、無党塾の新人オーディションに合格し、全日本プロレスに入門。デビュー前からリング上でブレイクダンスを披露するなど、注目されていた。入門後は、 武藤刑事の付き人をしていた。2007年3月12日伊勢崎大会にて、平井信和戦で T28 のリングネームでデビュー。当時は入場時に得意のブレイクダンスを披露した。試合衣装は新人らしからぬシルバーのハーフパンツにキャップをかぶった独特のスタイルであった。2008年2月、夏目七プロデュース工業、プレイボーイチャンネルナイトで、 クシダとのタッグで優勝を収めた。その後、ジュニアタックリーグ戦に同タッグで出場。リーグ戦では、和林アンド、エルサムライ組、ヤマトヒロシアンド、組から勝利を収める活躍を見せた。9月13日、肘カとタとのシングルマッチで敗北した後、腰を負傷し欠場。復帰の見込みが経った11月4日、本人の希望により、メキシコ武者修行を発表し、 24日よりメキシコへ出発。アイグに参戦し、覆面レスラー、武士として活動を開始する。アイグインターコンチネンタルライト級王座を2度獲得、最優秀外国人選手に選ばれるなど活躍したが、2009年12月3日、アレナナウカルパン大会で行われた、オフィシャル911とのマスカラコントラ、マスカラマッチで敗北を喫し、素顔を晒した。 外戦帰国約1年以上覆面レスラーとして活動し愛着が湧いていたことから武士として日本へ外戦2010年2月7日和林、近藤修二と組んで東京グレンタイと対戦マザダオシンギボルシオンでピンホール勝ちを収める4月11日数の保持する世界ジュニアヘビー級王座に初挑戦するも敗戦同月に開催された ジュニアタックリーグ戦では、スペルクレイジーとのタックで出場。29日、決勝戦で、近藤山と宏仕組を破り、同リーグ戦を制覇する。その後、ブール・マーダーズのマザダとの交想を展開していった。7月4日、近藤、山とと組んで、キャプテン・カミキリマッチとして、マザダミノルヘイト組と対戦。勝利を収め、 キャプテンであるマザダが髪を切られるはずだったが、マザダはこの日の試合以降、マスクをかぶって試合を行い、坊主頭になったと主張する。これに対して武士が不服を唱え、8月15日、マスカラコントラマスカラマッチでマザダと対戦。勝利を収めた後、マザダのマスクを脱がしにかかると、髪を切っていないことが判明した。9月10日、マスカラコントラカベジェラマッチで、再び、 マザダと対戦。フェニックススプラッシュでピンフォール勝ちを収め、ついにマザダの髪の毛を刈ることに成功し、構想に終止符を打った。2011年8月からは、ブラック武士を名乗る覆面レスラーと構想を繰り広げて、いたが、12月2日、金本浩二との試合後、三半期間の異常を診断されて、長期欠場を余儀なくされた。 2012年2012年4月16日、新日本プロレスと全日本プロレスとの間で新たな取り組みとしてレンタル移籍を行うことが発表され、5月1日付で1年間の新日本所属選手として活動する。また、同時期に開催したベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに初出場、5月27日に同団体でデビューを果たす。 2013年2013年1月18日、新日本への完全遺跡を発表し正式に同団体へ入団を果たした。6月、CMLL に遠征。メキシコでは過去にコントラマッチで敗れており、武士のリングネームは使えないことから、新たなるマスクマン、ブーシロードを名乗って活動している。2014年2014年12月19日、後楽園。 ホール大会の6人タッグマッチに出場したが、この試合で、武士は中盤にてコーナー最上段にへ登り、対戦相手が突進してきたところを前転して、リングへ着地する際に首から落下した。武士は試合終了まで身動きが取れず、試合後に担架で運び込まれた。武士は後日、急性硬膜外血腫、脊髄浸透、第12胸椎骨折と診断され、 全治6ヶ月となる長期欠場に追い込まれた。2015年2015年8月16日の両国国技館大会にて復帰することがアナウンスされたものの復帰に向けてのトレーニング中に右目眼下底骨折の怪我を負い、欠場期間が伸びてしまった。再び欠場となってしまったが、11月21日の後楽園ホール大会にて復帰戦が決まったことを発表した。 今度こそ復帰戦が行われるかと思われたが、復帰戦前日に、武士本人により、出られないとの連絡を受け急遽欠場となった。ロス・インゴベルナブレスでハポン内藤哲也、エビルと共に、ロス・インゴベルナブレスでハポンの一員として活動する、武士。2015年11月21日、ワールドタグリーグ後楽園、ホール大会にて、武士は、同リーグ戦にエントリーしている。 内藤徹也エビル組のセコンドとして登場。試合終盤に、武士が対戦相手の毒ギャローズに毒切りを噴射し、内藤エビル組の勝利をアシストした。試合後のバックステージにて武士は、俺は内藤についていくことにした。とコメントを残し、ロス・インゴベルナブレスに電撃加入を果たし、翌22日とヨハシ大会にて、内藤、エビルと共に、 ロス・インゴ・ベルナブレスで八本を発足させた。12月11日、青森大会にて正式に復帰した。19日、後楽園、ホール大会でマスカラ・ドラダを破り、CMLL 世界ウェルター級王座を奪取した。だが2016年1月22日、CMLL ファンタスティカ・マニア2016でドラダとのリマッチに破れ王座から陥落した。二月十四日、 ザニュービギニングイン新潟にて、王者、串田の持つ IWGP ジュニアヘビー級王座に初、挑戦、串田のホバーボードロックでギブアップ巻きを喫したもののベストオブザスーパージュニアでシ田に借りを返した。7月、スーパー J カップに出場したが1回戦で、鈴木軍の金丸義信に敗れた。9月17日に、楠田との IWGP ジュニアヘビー級王座戦が、 予定されているが、9月10日の試合後コメントで、ボイコットや譲渡を考えていると発言した。しかし9月12日に、串田から、ついに指名を受けたのでタイトルマッチが楽しみだと、発言した。9月17日、大田区総合体育館大会にて最上段の、MX で串田を、ピンフォールし、IWGP ジュニアヘビー級王座をダッシュして、第74代王者となった。 10月11日、試合後、串田を、サナダのアシストによる、パイプ椅子を挟んでのコードブレーカーで、再起不能にし、串田を初防衛戦の相手に逆指名した。11月5日、串田と防衛戦を行い、ホバーボードロックにより、ギブアップ負けを喫し、IWGP ジュニアヘビー級王座から陥落した。 2020年9月3日から開幕されたニュージャパンロードにて、洋の負傷欠場により返上された IWGP ジュニアタッグ王座をかけ IWGP ジュニアタッグ王座決定リーグ戦に高橋宏武武士組で出場しリーグ戦を2位で通過9月11日に行われたジュニアタッグ王座決定戦でリーグ戦1位のエルデスペラード 金丸よししんと対戦するが惜しくも敗退した。IWGP ジュニアヘビー級王座を腰にまくぶし、メキシコマットでの豊富な経験と小柄な体型を生かした軽快なルチャの動きを得意とする。また、LIJ 加入後は T シャツで相手の首を締める毒斬りを吹きつけるなどの反則攻撃も行う。なお、2020年現在、 L.I.J. であからさまな反則攻撃を行うのは武士のみである。ありがとうございます。